体制完了、スタートしました。ほぼ揃ったスタートになりました。テレビは手配重賞小塚田賞、4コーナーからスタンド前に出てまいります。まず間から祭りだパレスが出を伺います。内からエフェクト、 HK タイガー、コスモジェントル、さらには11番のダイヤサンディも前に行っています。外側にトレジャーファンドも続いていきます。後位グループにを進みます。12番のトレジャーファンド、その後ろに4番の渡りファイターつけました。内からヤマトスピリット、そして外モエレラムタラ、さらにはアンダー流星と13番マクロプランダーが追走していきます。後ろから3投目は5番のジェベルリーバ、第1コーナーのカーブ、14番オリエントボスが後方から2投目、最後方が8番のシャインエバーで1コーナーを回っていきました。やや縦長の展開で 1,2 コーナーの中間点に入っていきます。前は9番マツリダパレスが1馬身のリードを取っています。2番手には3番のエフェクト、第2コーナーから向こう上面に入っていきます。その後3番手11番のダイヤサンディ、外側に1番のコスモジェントルが並びました。さらに外2番の HK タイガーも続いていって3番手は3頭広がっています。1馬身差4番渡りファイター、その後ろぴったり並んで12番のトレジャーファンド、内から6番のヤマトスピリットも続いていきます。さらには10番アンダー流星と外に7番のモエレラムタラ、13番マクロプランダーも広がりました。2馬身差、その後に14番オリエントボス、そして5番のジェベルリーバ、2馬身差で8番のシャインエバーが最後方から、しかし各馬馬群がぐっと凝縮してきました。第3コーナーのカーブに入っています。9番のマツリダパレス、1馬身のリード、今600の標識過ぎました。1番コスモジェントル、2番 HK タイガー、前3頭が広がってきました。1馬身差11番のダイヤサンディが4番手、10番のアンダー流星は5番手、その後に3番のエフェクト、4番の渡りファイターが今外を回って上がっていきます。さらにムチが入る13番のマクロプランダー、早くも審議のランプが灯りました。第4コーナーから直線に向いています。4コーナーから直線に向いて先頭はマツリダパレス、マツリダパレス頑張っているが、コスモジェントル、コスモジェントルが2番手から懸命に前を200はすでに切りました。後ろは3馬身差2番の HK タイガー、さらに内からは11番のダイヤサンディ、100を切ってコスモジェントルか、コスモジェントル食い下がっているマツリダパレス、内からまたマツリダパレスが伸びる、コスモジェントル2頭並んでゴールイン、2頭が並びました。